2月14日のバレンタインデーに向け、松山市港町5丁目の伊予鉄高島屋で29日、国内外119ブランドのチョコレートを集めた催し、アムール・デュ・ショコラが始まりました。開店と同時に買い求める大勢の家族連れや女性客らでにぎわっていました。催しではそれぞれのブランドが果物やお酒を使ったものや、見た目に楽しい色とりどりのチョコレート、日替わりの数量限定品などを販売しています。ビューといかがでございますか。高島屋限定の商品でございます。人気のゆるキャラみきゃんとバリーさんをかたどった商品も1日100箱限定で取り扱っています。はい、みきゃんも応援に来ております。イベント初日となる29日はみきゃんが会場を訪れ商品を PR しました。今日は正木町から来ました。とっても可愛いので食べるのもったいないんですけど、バレンタインになったら家族みんなで食べようと思います。伊予鉄高島屋によりますと、来店のピークは2月7日8日の週末と祝日の11日と見込んでいて、最初は自分用で14日のバレンタインデーに近づくほどギフト需要に変化すると分析しています。アムール・デュ・ショコラは2月15日まで伊予鉄高島屋7階で開かれます。